マーチンメリーランドマーチンメリーランドはアメリカ合衆国のマーチン社が開発した総発爆撃機。車内故障はモデル167。アメリカ陸軍によりさマイナス22と名付けられてテストされたが不採用となった。その後、メリーランドの名でイギリスに輸出された。イギリス空軍によって運用され、第二次世界大戦前半に活躍した。 アメリカ軍に不採用となったモデル167に最初に目をつけたのはフランスで、マーチン167回の名で215機を発注した。後にグレンマーチン 167A-3 と正式に命名された。1939年1月から引き渡されるとフランス空軍では考えていたが、アメリカ合衆国の輸出規制によって輸出が遅延し、 1940年5月のフランスの降伏までに引き渡された機体は4個、飛行体分に過ぎなかった。しかし、リオ451よりも優れた速度と操縦性で、あったため少数ではあったが重宝された。フランスへ輸出し遅れた75機は、イギリスに送られた。イギリス空軍がメリーランドマーク I の名で採用した。マーク I のエンジンを二段に足式機付きのものに、 完走したものがマーク2でイギリス空軍はこれを150機発注した。メリーランドは主に偵察爆撃機として使用された。メリーランドは主に中東、北、アフリカイタリアを含む統治中海地域を舞台に活動した。最初に配属された部隊はマルタ島の偵察部隊で1940年10月のことだった。その後、 1940年11月11日のイギリス海軍航空隊によるイタリアのタラント軍港空襲の際にそれに先立ってイタリア艦隊の偵察を行っている。また、1941年5月にドイツの戦艦ビスマルクと従順に艦プリンツオイゲンがノルウェーを出港したのを発見しビスマルク追撃戦の幕を切って落としたのも イギリス海軍所属のメリーランド偵察機であった。出展、デルタ出版ミリタリークラフト12月号別冊、第二次世界大戦イギリス軍用機像保壊定版2000年12月1日、発行。ありがとうございます。